はい、どうも、 B レジェンド柿谷です。ですね、今回ご紹介したのはこちら、 B レジェンド BCA でございます。でね、まあ、BCA ってまあこうビルダーのみでね、口にダイレクトに入れて飲む人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりね、まあ皆さんご経験あると思うんですけど、ビルダー飲みを BCA やると結構ね、ザ・グレート歌舞伎のようにね、ブワーッとこうね、吹きこぼしちゃう方も結構いらっしゃると思いますし、やっぱり初心者の方とかね、あまり慣れてない方なんかはやっぱり水に溶かしてっていうのがいいのかなと。でよくプロテインみたいにこうシェイクしてね、溶けませんっていう方いらっしゃるんですけど、 BCA っていうのはこう成分の特性上なかなかこう水になじまないんですよね。だからちょっと今回は、まあ、どのような形で水になじむのかっていうのをちょっと検証してみたいなと思います。でこちらに用意してありますのが水 200cc が常温です。でこちらが、ちょっと、ね、冷えた、冷蔵庫に入ってたお水です。でね、冷たいお水と常温のお水で、比べてみて、まあ、どれぐらい、まあ、溶けるのかなっていうのをちょっとテストしてみたいなと思います。でね、まあ、これ、まあ、20cc スプーン、まあ、通常 10cc、 いやごめんなさい、 5cc スプーンかなんですけど、まあ、20cc スプーン半分ぐらいにしたら、まあ、6g ぐらいだな。ちょっとすいません、ざっくりですけどね。よし、それぐらいで、じゃあよし、これぐらいでいこうか。常温 10g ぐらい。よし、でこっちも冷たい方も 10g ぐらい入れました。よっとね、はい。で、なんかこんな感じ、映るかな、映るかな。で一回ちょっとシェイクしてみますね。よし、よし、こうしてみようか。こんな感じ、わかるかな、こんな感じね。ちょっとまあローリングシェイクからの普通シェイクでちょっと振ってみて、ほいほいほい、こんな感じ。なんかね、白濁色になって馴染んでるように見えるんですが、ちょっとね、蓋開けてみるとわかるんですけど、ほら、これ浮いてんのわかる、浮いてるの。こっちもちょっと冷たい方見てみましょう。結構溶けてるね。でもほらこんな感じね。でこの縁、シェーカーの周り見てもらうと分かるかもしれないんですけど、やっぱり周りについてるんですよね。まあちょっとこんな感じでね、置いてみましょう。とりあえずちょっとこのまま置いておきます。で5分10分してからね、どれぐらい溶けたかっていうのを見たいなと思うので、まあちょっとこうね、はい、こんな感じで置いておきたいなと思う。もう結構馴染んでるけどね。はい、ということで、一旦試してみましょう。はい、今でねちょうど5分経ったんですけれども、まあ、ちょっとさっきよりは溶けてる感じですね。ちょっと見てみましょう。常温の方はこんな感じ、こんな感じね。で冷たい方はもうでもあんまり冷たくなくなっちゃってるな。こんな感じ、わかるかな。やっぱり見比べると、どうすれば映るか、こうか。はい、やっぱり常温の方が溶けてますよね。はい、まあ、こんな感じでちょっともう5分ぐらい見てみましょう。だからこれね、シャカシャカするとやっぱりもっと溶けると思うから、まあ常温で5分置くというかね、トレーニング前に入れてもらって、シャカシャカしながらで運動中にちょびちょび飲んでれば多分ちょうどいいんじゃないかなと思うんですけどね。よし、じゃあまあちょっともうあと5分ぐらい見てみましょう。はい、ですね、まあ10分経ちました。もうなんか11分ぐらい経ったかな。10分経ちましたけれども、ちょっと見て、やっぱりね、常温の方はねもう溶けてますね、これね。で、冷たい方はやっぱりまだちょっと残ってるかな。よし、ちょっと見てみましょう。わかるかな、ほらこれ見えてんのかな、わかんないけど、ほらこんな感じね。こっち常温の方はもうかなり映ってるかな、わかんないなね。でこっち冷たい方はもう明確に上に浮かんでるからね、残ってます、こんな感じ。はい、ということで、まあ BCA ね、常温だったらだいたい5分でだいぶ溶けて、10分だったらもうほぼほぼ溶けてる感じで、冷たいお水でもやっぱりまだ10分経っても残ってるんですけど、まあこうやってねシェイクしたりガーッとこう混ぜると、まあその
あんまりねダマになるとかそういうものじゃないから、こう攪拌させてこうやって飲むとっていうことをしてもらえればですね、まあまあもう最初から結構BCA ウォータードリンクとしてね飲めるんじゃないかなと思うので、いいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、Bレジェンド BCA なんですけれども、まあこういう形でねプレーワークアウトとしてトレーニング前に飲んでもらってもいいし、トレーニング中、トレーニング後に飲んでもらってもいいしね、まあやっぱりトレーニング中に飲むのがいいんじゃないかなと思います。僕もトレーニング中はこれね入れてお水にして飲んでたり、あるいはスポーツ&リカバリーのにさらにこの BCA、 Bレジェンド BCA を乗せてね一緒に飲んでたりもします。まあ、飲み方はいろいろなんですけれども、まあ、今回は5分10分で常温と冷蔵のお水でどれぐらい溶けるかという実験をしてみました。はい、ぜひですね皆さんも BCA 試していただければと思います。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタも貼ってますんで。